演舞開演。どうも、本日はこちらモスバーガーの玄米の製作をやってみたいと思います。こんな感じでコーヒーカップが入っています。では、小豆もいっぱいね。まずはお餅からいただきます。玄米だとお餅がまたちょっと変わりますね。玄米餅は玄米という意味なのか、ちょっと歯ごたえがあって美味しかったですね。歯ごたえって言っても、ただもちっとした歯ごたえではなくて、雑穀なのガリッとした歯ごたえです。そしておしるこはまろやかな甘みで、口の中に粒あんを噛んだ瞬間にその優しい甘みが口中に広がってとっても美味しかったです。粒あんのおしるこ、いや、おしるこは粒あんが多いから本当にすごいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞6、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。